誰もが楽しく、誰もが幸せに。そこはいつも自由な空間。今日のグッドサインは、芸術の生まれる場所、やまなみ工房。甲賀市甲南町、山懐の一角にその工房はあります。およそ35年前、共同作業所として開設されたやまなみ工房です。自閉症や知的障害を持つ90名ほどが利用しています。彼らの日々の活動は創作活動。自分が好きなこと、やりたいことを何にとらわれることもなく自由に表現しています。絵画であったり、陶芸であったりとか、刺繍であったり、創作だけではなくて、その人の日常を繰り返される行為であったりとか、こだわりと言われるところもですね、彼らの表現ということで最近では評価されることもあって、本当にそう考えると、ほとんどの方が何らかのこう表現活動をしているのかなということで思っています。わずか3人からスタートしたやまなみ工房。当時は企業からの下請け内職仕事をしていました。ある日、紙に鉛筆で絵を描き始めた一人の男性の笑顔に気づきます。その嬉しそうな顔は、本来みんなが持っている表情なのではないか。そんな思いから、創作を活動の軸にする他に例を見ない施設へと変わりました。こういった活動を始めた当初というのは、本当に彼らがしたいこと、毎日こう楽しんでできることから生まれたものを、彼らのお仕事、という位置づけで、それが少しでもご自身たちのコーチにつながればということでやっていたんですけども、ここから生み出された作品は、洋服のデザインやスマートフォンのケースカバー、海外の美術館に収蔵されるなど、世界が注目するアートセンターへとなりました。しかし、生み出している彼らはそのことに関心はないと言います。自分の楽しい時間を心ゆくまで突き詰める場所、それが彼らにとってのこの場所なのだと言います。必ずしも作品が評価されることが最終目的ではなくて、その作品をきっかけに、彼らのことをもっとたくさんの方、世界中に知っていただくことが一番の目的になるのかなとは思います。ボーダーレス、世界の境界線が緩やかになった今だからこそ、彼らが私たちにありのままの姿を見せてくれるようになったのかもしれません。